第5回期日の報告集会を行いたいと思います。まずどういったことが行われていたかという、まあ、形式的なところを報告したいと思います。今回こちらで提出した書面が2つありまして、1つが原告の準備書面確保に、これ先ほど、水永弁護士と出てきましたが、それぞれ口頭で内容を説明したの、まあ、準備書面というのはこちらの主張することについて出しました。でこれは前回被告の方で出してきた旧社訓明に対する回答書、この37枚のこんな分厚いものを踏まえた、ではこの回答からしても全然危険性について説明できていないか、むしろ危険だということが裏付けられている、こういう内容と、あと住民税の特別徴収通知の問題、これについて書いた準備書面を提出しました。であと昨日出したですね、再度の旧釈明は3回目になりますけれども、まあ、国はいろいろ37枚も詳細に回答してきましたけれども、まあ、明らかに回答を避けているところとか、ごまかしているようなところがありますので、それについて改めて旧釈明を出したということです。これが旧釈明申し立て書というんですけども、これを出しました。でそれとですね、今回の準備書面で引用した証拠っていうのを、こう原告側公報書、被告側乙合書というんですけれども、原告側公報書をまだ出してなかったので、これを1から10というのを出しました。こんくらいの分厚さのもので、ちょっとこれ皆さんに送ると大変なので、いらないネットのホームページの方にアップしていただこうと思ってますけれども、出しました。内容をざっと説明すると、まあ、項1っていうのはマイナンバー制度の概要にして政府が、作っている資料で、項2号証は、先ほどの準備書面で話していたプライバシーバイデザインについての、文献、学者の先生が書いた、本ですね。これを出しています。項3は、年金の情報漏洩に関する、証拠。4から10については、住民税の特別徴収通知に関する証拠になります。一例を挙げるとですね、例えば、先ほど、出口弁護士の弁論でもありましたけれども、総務省の方はですね、まず一般的に特別徴収通知に個人番号を記載するようにしてくださいねと、それについての、助言ということで、こういう問題があるけれどもこういう根拠でやってくださいねっていうふうに、出してるんですよ。でその後にそれでもこんなの危険だし負担もあるので嫌だっていう自治体が、さっきのアンケート調査って言ってましたけれども、たくさん出て、23区でも中野区とか葛飾区とか北区とか、そういったところでうちはやらないと言ったところがたくさん出てきてですね、でそれに対して多分危機感を持って、さらにもっと強硬なですね、 Q&A というのを作って、ごく最近ですね、3月、今年の3月6日に Q&A というのを総務省が作って、でそこではっきりと、もう、これはやってもらわなきゃダメですというような回答を送った、通知を出しています。でそういったものを全部証拠で出しています。でこの辺については税理士さんの、団体の、会合ですとか、あといらないネットのホームページとか、そういったところで私の方でいろいろ参考にさせていただきながら証拠を集めて書類を作りました。ありがとうございました。で中でもちょっと面白いかと思ったのが、こう最後の15章で書いてます。僕はこうインターネットで見つけたんですけども、中野区議会の委員会の議事録っていうのがインターネット上にアップされていて、でここでこの問題についていろいろ報告して議員さんが質問してるんですね。でそれについて僕の方でピックアップして証拠で出したんですけれども、まあ、中野区としてははっきりと情報漏洩のリスクがあるということと、簡易書き留めで郵送する場合は郵送量が大幅に増大するんだということと、仮に、個人番号を簡易書き留めで送ると受け取りまでに日数を要することになるので、徴収事務に支障をきたす恐れがあると、本末転倒になると、それなのでやりませんとはっきりこう言っていて、でプラスその23区の税務課長会が総務省に対して、やらないでねと、この個人番号を記載やめるよう要望しているんだ、こういう経過も、ちゃんと文書で出てきたということで、これを証拠で出しています。で、まあ、こういう議論があった後に総務省はさっきの Q&A を出しているんだと、まあ、この辺の経過も、要はこんなに現場で嫌だって言っているのに、国の方はもうそういったことを強行しようとしているんだと、こういったことを、今回の書面で出しております。要は国の方のこちらの給釈に対する回答はですね、ちゃんと現場でやってるはずですと、こういう制度になっているので、
現場で、市区町村の方でちゃんと適切に管理されてるはずですって言ってるんですよ、この裁判上。だけど実際は現場は嫌ですよ、こんなの責任持てませんって言ってるのにやっぱやれって言ってる、まあ、こういったところを、主張しました。そういったものを提出して、すいません、形式と言いながら中身の方に僕が入っちゃって申し訳ありません。一応そういった書類を出したということです。で、一応最後までどういうことやり取りがあったのかって申し上げると、でその後にまずその準備書の内容は弁論しましたけれども、まあ、最後時間が10分ぐらいごたごたやってたのはですね、次回期日をどうするのか、今後の進行をどうするのか、まあ、これ意外と大事なところで、これはごにょごにょしたんで聞こえにくかったと思いますけれども、まずそもそもやってたのが、次回こちらが反論の書面を出して証拠も出して向こうに対して質問書を出して、だけれども国の方はそれでもこっちが補充することがあるんだったらさらに原告側で主張してくださいなと言ってきたんですけど、こちらはですねそんなに毎回こちらばっかりやるのもたまんないですし、この特別徴収通知の問題、今現在起きている問題で国は全然それに対して回答していないので、いやそっちで反論してしなさいよ、そっちで反論してもらわないと困りますということをやってきて、でゴニョゴニョ言ってですね、やっぱりやりま、じゃあ分かりました、やりますと。だけど7月10日まで時間くださいと、2ヶ月、3ヶ月弱ぐらいくださいと、こういったので、なかなか裁判所の、あれ、なんでこんなに7月10日で入んないかというと、裁判所が夏休みがあるので、そうなんですよ、この人たち夏休みがあって、夏休みがあるので、7月10日に出されると、もう7月の多分半ばぐらいから1ヶ月ぐらい裁判所が開いてないので、ちょっとなんとかなりませんかっていう、そういうやり取りがあったので、結局何ともならないので、結局裁判所の夏休み明けの8月15日でどうですかと、このお盆のど真ん中に、彼らの、だから自分らの夏休みが7月半ばから8月半ばになって、こっちの休みをかっこりでですね、8月10日でどうですかって言ってきたんですけど、それはこっちも困るし、向こうの代理人も困りますということで、結局8月29日で落ち着いた。で、裁判所としてはなるだけどんどん進めたいので、3ヶ月ぐらい間が、空いてしまうのかなと、4ヶ月ぐらい間が空いちゃうので、言ってきたのは、まあ、被告の書面が7月10日に出ますと、でそこから1ヶ月半ぐらいあるので、原告で反論もさらにそれに対する反論っていうのも8月29日までに準備してくれませんかって言ってきたんですけど、こっちはそんな出てくどんなものが出てくるかどうかわからないのでお約束はできませんと、まあ、検討しますと、まあそういう準備ができるようだったら反論しますよということで、8月29日に次回期日ということで、一応決まっているのは4月10日までに向こうの反論が出ると、で給釈名に対する回答も検討しますということで出しますとは言ってませんけれども、まあ多分出てくるんじゃないかと思いますけれども、それを出しますと。で、もし可能だったらその8月29日の1週間前の8月22日までこちらの反論を出すと、一応そういったことが決まって期日が出ました。であとは今回の準備書面の中身についてみんなが申し上げます。私は主にこの、プライバシーバイデザインという判断基準に関わる問題と、まあ、その判断基準から見て、前回の被告側の、釈明内容、これがいかにおかしいかということについての、何点か代表的な例を挙げて、説明しました。まあ、書いた内容はほぼあそこで言った通りなんですけれども、なかなか、まあ、プライバシーバイデザインというのはなんか新しい言葉なんで、10分間ぐらい の説明だけではなかなか分かりにくいと思いますけれども、内容的にはそんな難しい話じゃなくて、要するにマイナンバーシステムってすごい巨大な情報ネットワークシステムなんですよね。ですから一旦できてからこれプライバシーにやっぱり重大な影響あるかとか、あとなんかこの辺不都合があるじゃないかって言って直そうと思ったらすっごい大変な話ですよね。もう全部直さないといけない。どうしたらまた何千億円単位とまた数年間の時間がかかってしまうという大変な話なんで、そういう情報システムを作る場合、特に個人情報、プライバシー情報を扱うような個人システムを作る場合は、事前に大体こういうシステムを作りたいな、こういう目的でこういうシステムを作りたいなっていうことを考えたら、そのシステムによってプライバシーにどういう影響があるかと、すごい大変な悪影響があるんじゃないか、内容にですね、事前に検討を加えていこうと
いうようなことをやっていくところですね。で、検討を加えて、全くダメであれば、その方法はもう取りやめにするし、改善の余地がある場合は、もうちょっと技術的にですね、最近ICT 技術もそういうのは進んでますから、プライバシーを保護するための技術を導入して、それによってプライバシーを保護しつつ、利便性も追求できる、行政目的も追求できると、そういうシステムを作っていかないといけませんねというのが、国際潮流なんですよね。それをもって、プライバシーバイデザインというふうに言われているというふうに理解していただければいいと思います。で、今回これを出したのは日本の、個人情報保護委員会の、トップである堀部正夫という、その次では、すごい人という言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど、国にとってもそれなりに重みのある人も非常にプライバシーバイデザインというのは強調してますので、その人の言い方は意を借りてですね、裁判所もこれについて考えないといけないじゃないかと、国の方も当然考えないといけないじゃないかというようなことを言いたくて、堀部さんの名前も引用して今日は勉強したということです。あともう一人、慶応の新保先生、この先生も政府の審議会とかにはものすごく出てる先生ですし、堀部さんの後を追ってですね、国際的なプライバシーコミッショナーに、コミッショナーというかその会議に参加している先生なんですけれども、その先生にも結構プライバシーバイデザインということについてはコメントしてますので、それも証拠に出してちょっと言い方悪いですけど、こちらの主張を権威づけたということになります。ですからこういうプライバシーでバイデザインの観点からすると、やっぱり一番問題なのは共通番号制を利用してる、採用してるってことですよね。分野別番号制でやりながらどこかで紐付けるっていうのはあるのかもしれないけれども、それを非常に制限的にですね紐付けると。で、現場では分野別番号制しか流通しなくて、その現場での番号が分かっても情報の名寄せとかができないというようなシステムを作るのが、仮に一定の個人情報の名寄せが必要だとしてもね、そういうシステムにすればいいのに、そういうシステムを採用してないのはおかしい、そもそも根本的に一番おかしいところだというようなところから始まって、あと個人番号カードですね、これにマイナンバーを懸命に印刷しておくとか、性別も印刷しておくと、これも普段マイナンバーなんて使わないですからね。IC カードは IC カードで、それ使いたい人は使えばいいわけですよ。で、それにもかかわらず、それを例えば健康保険証にするとか身分証明書にするとかして、所持を強制するというのはおかしいでしょう。それにマイナンバーとか性別を書いておくのはおかしいでしょうという非常に分かりやすい問題から含めて、旧釈明に対する釈明でできたおかしな点の代表的なところを、5点ばかり、批判したというのが今回の書面です。で、ついでに言うと、追加で出した旧釈明というのは、前回の釈明で非常に不十分だったところについて、もう一回ちょっとねちっこく聞いたということですね。で、結局今言ったようにプライバシーバイデザインを実現するためのプライバシーに対する影響評価を事前にやってないじゃないかっていうところを、もう一回具体的にやってないという回答をさせるという趣旨でですね、具体的にもう一回今回聞きました。それから情報提供ネットワークシステムに関しては、一つは情報提供ネットワークシステムを利用して情報のやり取りをするというふうに
説明されてて、それをやればあのやり取りの記録とかも全部残りますよっていうふうに言われてるんですけれども、条文を見るとですね、あの情報提供ネットワークシステムを絶対使わないといけないっていうふうには書いてないと思われるんですよね。ですから情報提供ネットワークシステム以外で の, あの情報の紹介やり取りっていうのも可能なんじゃないか、法律で禁止されてないんじゃないかとかいうことも一つ聞きました。それからあと、情報提供ネットワークシステムでの情報のやり取りとか、あの情報の、特定個人情報のやり取りっていうのは法律で定めた場合しかダメっていうふうになってますけれども、番号法の19条では例外が、あの一般的な例外が2つあって、一つはあの人の生命身体または財産の保護のために必要がある場合で、まあ、あと本人の同意を得ることが困難な時、これはやり取りできるっていうふうに例外規定があるんですよね。これはなんでこういう規定が置いてあるのか、どういう場合を想定しているのかっていうのを改めて、釈明を求めました。でさらに、もう一つの例外である個人情報保護委員会規則で定めた場合は、あの特定個人情報のやり取りをしてもいい、これも例外なんですけれども、これはどういう場合を想定してこういう規定を入れたのかということも釈明を求めました。それからもう一つ、この3番目にですね、番号法19条13文関係で釈明を求めました。これは要するに一つ大きな問題である警察の個人番号というかマイナンバーの利用ですね。これは内閣官房のホームページを見ますと、あの本人が知らないうちに捜査機関に情報が提供されることがあるのですかという質問があって、それに対する答えはですね、あの捜索とか押収の時にそこにマイナンバーが書いてあるからといって、それをあの捜索を押収できないというのはおかしいからというような場合は、あのあおかしいからというので例外にしてるんですよ、だからあのここの捜査範囲を超えて取得したマイナンバー付きの個人情報を分析したり他の捜査に利用したりすることは法律で禁止されていますというような回答が一応ホームページの Q&A には載ってるんですよね。そうすると我々がよく危惧しているのは捜査関係事項紹介書で例えばあの12345番の水永誠二 の, あの税金情報について紹介するとかっていうようなことに使えるんじゃないかというようなことを心配してるんですけども、これができないというふうにも読めないわけじゃないんですよ、この Q&A からすると。だから本当にこれはそういう趣旨でいいのかっていうことを確認の9釈明をしました。4番目は、一つは住民票ごととあの個人番号を将来的にどう整理していくつもりなのかっていうのを聞きました。それから2つ目は、日本年金機構とかは住民票コードと、個人番号と両方をデータベースに保存してるわけですよね。そうするとあの住民票コードから不可逆的な暗号処理で、個人番号を作ってるっていうふうに説明されてるんだけれども、もともとその対象票は日本年金機構にはあるわけですよね、そういう意味では。それからあと情報ネットワークシステムに、分野別 の, あの連携用番号を作ってもらうためには、まずその紹介機関から住民票コードを送ってあの情報提供ネットワークシステムですね、でそこで暗号変換してもらって分野別番号を作ってもらうっていうふうに言われてるんだけれども、そうすると紹介するあの機関にも住民票コードは保存されてるんじゃないかっていう気がするんですよね。そうするとそういう機関でも住民票コードと個人番号とは突合できるというか対象票があるってことになってしまうのかなという疑問があったので、そこについても9釈明しました。で第5番目は今まであんまり聞いてなかったし被告もあんまり言ってなかった費用対効果、これについて現時点でどれぐらいになっているのかそろそろ明らかにしろよというようなことを聞きました。でそのついでにあのこの前新聞で問題になったあの J リスへの情報紹介料であの健康保険組合とかなんか年間100億円かかるとかっていう記事出てましたよね。
あの問題について一体どれぐらいのこう利用料というかあの運営費っていうのがかかるのかということを明らかにしろということも、まあ、ちょっとトピックなので入れて聞いてみました。そういうような9尺目を、追加でやってみましたということです。ですからこれについてどれぐらい答えるか分かりませんけれども、次回にあの答えたらそれなりに面白い答えが出てくるんじゃないかなというふうな気がしています。私の方から以上です。あと準備書面では後半で住民税の特別徴収通知のことについて言ってますので、これについてちょっと私の方から説明しますと、まずこのどういう問題かっていうと、毎年5月にですね、市区町村からあの会社とかの事業者に対して、住民税特別徴収通知っていうのを送ってですね、要はあの源泉で毎年給料から住民税とか差引かれてるわけですね。で、この差引く金額はこれだけ差引いてくださいというのを行政から会社に送ってるわけです。で、そういう通知があるんですけれども、そこに今年から個人番号を記載するようになったと、そういうふうに書式を変更したと、こういう問題で、で、それを総務省があの省令を改正して各地区町村にやってくださいと、そういうふうに言ってるわけです。で、さっきも言ったようにあの現場ではその大変だし、漏洩したら漏洩の危険もあるし、漏洩しない、なるだけ漏洩しないで簡易書き留めでやろうとしたらものすごい費用もかかるし、で、負担もすごいわけですよ。そんなのやってられないと、私たちはやりませんっていう自治体も出てきたんですけれども、それでもやれみたいなあの Q&A を送って締め付けを図るという、こういう問題で、それは漏洩のリスクとかいろいろあるんだっていうのを主張した上にですね、どういうことを最終的に言ったかというと、まあ違憲訴訟なんで、あの総務省はけしからんっていうだけで終わっちゃうとまずいわけですよ。なんとかこれは違憲だっていうところに結びつけなきゃならなくてですね、まあどういう理屈で言ったかというと、それちょっとご紹介したいんですけど、まず総務省の理屈は、これは番号法の19条っていうのに、まあ行政の処理だとか、まあ、その必要な限度で送ることができると、こういう条項があって、これに基づいてやってるんですと、こういう言い方してるんです。じゃあどういうじゃあ目的かっていうと、これはその正確な個人番号が行政と事業者で共有されることによって、番号法が目的とする公平公正な課税や事務の効率化につながることが期待されると。で、なんでその共有することで、具体的に言うと個人番号付きの通知を送ることで、なんでそんなあの公正公平な課税や事務の効率化につながるんだっていう、そこがなんでってところは全く何も言ってないんですよ。この結論だけ言ってるわけです。で、なのでこんなものすごい抽象的な曖昧な理由では、その法律に書いてある必要な限度でっていうのは当たりませんよと、まずこの法律に該当しませんよと、こういうことをまず言ってるんですけど、それだと番号法に違反するってだけで違憲だってことにならないわけです。で、最後に言ったのはですね、まあ、仮にお宅の言うように、総務省の言うように、あの19条でできるとしますと、で、そうなるとこういうものすごい抽象的な曖昧な理由があれば、まあ、はっきり言うとこういうお題目みたいなのがあれば、もう個人番号付きの情報を行政から事業者に送ることができると、それを許している法律がこの番号法ということになりますよねと、こういうことを言ったわけです。そうするとやっぱりこんなものすごい抽象的な理由 でかつどういうメリットがあるかも全然説明できないような、こんな理由であの、まあ、番号を普通的に送ると、そういったことを可能とするこういう番号法っていうこの条文は、まあ、この法律自体は憲法に違反しますよね。やはりプライバシー権、自己情報コントロール権を侵害するもので、これは憲法に違反するしますよねと、こういうことを最後締めくくっているわけです。まあな、まあ、一応法律家らしいといえばらしいですし、まあ、なんというか嫌な理屈というかね、こうやってそうだとしたらこうなりますよねみたいな、そういう詰め方をしていると。まあ、ここにどういう反応してくるか多少楽しみなところもありますけども、一応最終的にはそういう問題点を指摘した上で、こういう理由で憲法違反になるんじゃないですかと、こういう主張をしました。で、あとはちょっとこの関係で、あの僕から会長の皆さんに質問なんですけれども、あのさっき62の東京の自治体がのうち30が反対してるっていうので証拠で出してるんですけれども、まあ、僕が探した中で一番新しそうだったのが、あの東京の保健医協会っていうお医者さんの団体がこういうアンケート調査を自治体に送って、それをまとめたのをインターネット上に出してるんですよ。で、これが2月22日だった、まあ、2月末時点の情報で、さっき言ったように国はその後に Q&A を出してさらに締め付けをこう図ってる。で、多分ね、その Q&A を受けて、やっぱり国の圧力に負けて、やっぱり書きますっていうところも出てきてると思うんですよね。その辺の
最新情報をちょっとご存知の方がいれば、もしくはなんかそういうさらに Q&A 3月頭には送ったんですけど、その後にまた調査なんか実施されてるのかどうかとか、ちょっとご存知の方がいれば教えてほしいなと。とりあえず私の方からでしょうか。はい、じゃあとりあえず弁護団からの報告は以上で、ご質問ご意見なりありましたらお願いします。はい、今の関係で、はい、神奈川なんですけども、はい、神奈川新聞の4月の13日の一面の左側の方に、まあ、4月13日ですよ、ね、昨日ですね、あ昨日か、で13日ですね、ちょっと待って、神奈川新聞で藤沢市以外は、はい、まあ国の言う通り、あそんなで藤沢市だけは個人情報に漏洩の危険性があるということだけで、藤沢市だけは番号を出してやるというのが神奈川市の社名の売り上げのかなり手書きかなり載ってました。それってその Q&A 前は割とあれだったんですね、やらないってことはなんかもうちょっとあったような、要はこう流れがあるんですか、最初の段階だと嫌だと、で Q&A が来たからやっぱりひよって言ってたらいいかなってとなっちゃったのか、最初からもう国の言いなりなのか、その辺ってやっぱり家の言う通りっていう風な言い方をしている自治体があるっていう風に神奈川新聞では書かれています、ね、そこの自治体名は出てなかったけど、ああそのインタビュー藤沢市だけはうちでやらないよと、はい、いうことで市の名前は出てます。多摩地域のある市なんですけど、はい、ここではもう昨年の秋の時点でもう税額通知番号が入れないとアスタリスクでやるっていうのも決定文書で決定していましたので、うん、そういったところはもう大丈夫なのかなと思います。それから先ほど水永弁護士が最後で税率の情報紹介料の話があったんですが、住基ネットの時に、まあ、住民 の, その個人情報、例えば 国とかが利用する場合に1件確か10円だったと思います、ね、で、それがですね東京都 の, あの都道府県のなんかその住基ネットの会議に、年金社会保険庁ですか、これ来て、いっぺんに、まあ、何百万件とか、突合するんだけど、その場合は1件10円 のもっと値引けというような話をしてたのをちょっと思い出しました。大量に使う場合は安くしろみたいな話になってくるのかな。一件10円、我々の情報は一件10円でももうほんともないとは思うんですけども、さらにそれ割引みたいな話なのかなと思います。今の住民税の決定通知書の件で、私もその、東京保険協会の、新聞を見ているんですけど、はい、埼玉で、2月の末ぐらいに最小限あたりのアンケートでは結構アスタリスクみたいなのが多かったような気がしたんですが、3月末に保険協会、埼玉保険協会のアンケートだと、未定ですというのが増えたんですよ。やっぱり少し圧力は少しではなくてですね、私が聞いたのは埼玉市政令市には直接指導が入ったというふうに聞いたんですよ。まあ、基礎自治体の中で一番大きな政令市ですから、全部20案ですかね、それについては直接というのを、なんか議員さんの人と参加した会合の中で、そんなのをしたと聞いたので、そのぐらい圧力がかかったのかなということですね。それから4月の6日の日に、これはマイナンバー反対連絡会で、省庁レクチャーの役所を呼んで、議員さんを介して質問するみたいな場があって、その場でこの問題を。質問が出されて、何のために送るのかっていうことで、まあまあ、今回は国の方も言ってますけどね、番号を
で送ることによって事業者で確認してもらうためみたいなことを言うんですね。で、ただこれ今日ちょっとこちら の話の中でもちょっと一般には分かりづらいんですけど、決定通知が2種類あるんですよね。で1種類は個人が単独でもらうのがありますよね。こちらには番号が入らないんですよね。事業者がもらう一覧表には入れるという今回 その書式で、そういう書式だとすると、事業者がもらったこれを個々の人とどう符合するのかと、どういうんですかね、本人確認を求めろっていうと、一覧表の他の人も乗っかってるやつをね、それまでに雇用の申告書とかで出されているという前提なんで、それがあっていればみたいなことかもしれないですけどね、そういうことを言ってたんですね。でそれはなんか法律の、定めあるんですかって言ったら、法律はありませんと。送られてきたものを事業者が、番号が正しいかどうかチェックするということについてね、それはないですということで、ね、そういう答えをしていたんで、じゃあ義務がないと何をつけるんですかというやり取りで終わったんですけどね、そういう今回の徹底通知 その分かりづらい部分でいうと、そういう現場ではそういうこともあるということで、そのとこ僕も疑問で、要は結局正確な番号の共有とか言うから、要は事業者で間違っていることがあり得るっていう前提の話なんですよね。で、それでその役所から来て、うちで保管してるやつとこう比べてみて、ああ間違ってた、パソコン直そうみたいな、そういうことなのかなと思うんですけど、そうするとその一方で建前として利用の範囲ごとにしか使えないっていうのもあって、今回だと地方税目的でしか使っちゃダメだと、この役所から送られてきた場合は。だけど会社で保存して、例えばパソコンとかに Excel とかで書いて番号をつけてると、それは所得税、国税の方でも使うかもしれないし、お金も使うかもしれない。それに目的がいるよというか、使うことになってるんじゃないかなと思ったりして、まあ、向こうから何か言ってきたら、そういう反応が、再反応があるような。19条のあれですよね、バカな扱いみたいですね。要はその目的が、要は地方税ですのものでしか使っちゃダメだと思うから、どういう、具体的にどういうことになっちゃうのか。本当は間違ってた場合、どうするのかなって、事業者が分かったとして、本人に確認を求める行為とか、役所に訂正を求める行為っていうのは、訂正いらないって言った人はあるんですよね。ちょっと問題があって、何の目的も達しないんですけど、まあ、そういう多分あれなんですよね、国は。間違ってると分かったら本人にもう一回停止させるっていうことをやれとか言ってたんで、だって本人からの徴収義務は免除されないって言ってるでしょ。だからあれか、自分で変えないで間違ってるからちょっとなんか違うんじゃないかって。それのそのあれですよね、本当は通知カードがあり機械が手元にあると思うんですよね、会社の方は。要は本人から出てきたのはなんか正確だけど、会社の方で間違ってるってのが一番あり得るような、それを打ち込むときに、そういう話だけど。あとは例外的に番号を変えたか。超例外のために言ったり。その理由の一つ言ってましたけど、それは年に数件あったら何かぐらいですね。あったとしても、ものすごい超例外のために、その確認のために送るみたいな、そんな理屈でしかないかって感じですね。はい、出せるんですね。はい。自分は高得なんですけど、今年の5月以降の住民調子、住民で特別調子が、個人番号は載せない、今年の場合は。でも、来年に30年以降なら、それは分からない。要するに、高等区長の判断によって、載せるか載せないか分からない。となると、国の出方を見てますから、各市長さんが、うちの高等区の方も、国の総務省の市長さん、総務省に載せろって言っても、まあ、住民の方とかなら、各市町村に影響があって、やっぱ今回限りは、今年度限りは載せない。でも来年では分からない。となると、今後その裁判をやっていくので、もうずっと載せませんよって市長さんになったらいいけども、今回限り載せないで、次回からずっと載せるかもしれないってなると、それは個人番号のマイナンバーが、一見だとうちらが言っても、各市長さんが今度、あやはや、今の裁判見えてないけども、今後みんなどんどん載せると、で、合計じゃないかっていうの、そういう雰囲気になると、ちょっとまずいかなと思うんですけども、
そこはやっぱあの弁護団の方で、あの自治体各市町村のあのどうなってるのかっていうのは、アンケートした方がいいかなって個人的には思ってるんですけど、どうでしょうか。いや、もう やってるとこはあるわけですね。弁護団がやらずともやってくれる、あと立派なアンケートやってるところがたくさんあって、でそれを利用させてもらって証拠で提出してるわけです。あの各東京都の全部の自治体にアンケート調査してそれを公表してるところがあって、もちろんなんか国の方に、国の方にあの給食名でどういう状況でも、まあ、国に言ってもまた違うから、ね、知らんとか言うんですよね、うん、どうですか、うん、視聴者が今曖昧だから、いやそこの先にそんな将来的にも合憲だからみんなやりますよってなっちゃうと、いや、まあ、市町村はでも合憲前提でそれは動いてるんですよ。合憲だけど、合憲なんだけど、でもただこの問題についてはおかしいんじゃないのって、そういう問題ですよ。この市町村が乗っける乗っけないっていうのをしてるのか、それはうちの役所は違憲だと思ってるから一切やりませんみたいなところはあってほしいけど、残念ながらどうもないから、それはまた違う、合憲違憲とまた違う問題で、合憲の前提なんだけど、ただここに乗っける必要はないんじゃないのと、いろいろリスクがあるからうちは乗ってませんと、そういう総務省から指導があるけれどもやりませんよっていうところがまだ結構あると。ただそれに対して締め付けが図られていると、こういう状況だと思います。でもありがとうございます。ちなみに大阪弁護団の坂本弁護士によると大阪の方も、うん、半分ぐらいとか言ってたっけ、なんかメールミスで流れてたっけ、割となんか寄せないところはあるみたいですね。ただ他の地方は結構締め付けというか、国に逆らってまでやるところは非常に少ないというふうに聞いてます。千葉とかはどうですか。あとは聞いてるのはやっぱり東京とか大阪とか大都市のあれを気にしてる。千葉の方は、ね、その私のちっちゃい10万ぐらいの都市でも、はい、途中でこういう 3月6日に出る前に、はい、なんだかんだぐじ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 したら、うん、あの下4桁だけ出すっていう、なんか尻尾だけ出してみたいな、あとはあったりするんですよ。そして桜とかそういうところも検討するっていう形で、どっちかといえばその東京の3060いくつのうち30が何らかの方法だよって言ってかなり検討はしだしてるんですよね。柏の場合は議員がそれを言ったらなんか市の方でなんかわざわざ総務省に行ってそしたらいいですよ午前にその代わり調査っていうか、まあ、指導に入りますよって言われてかなりビビったという、なんかそんなこと聞かないで自分でやるよと自分なんですから自分の責任でやると思うんですけども、でもまあ今はもうみんな各自治体の自分にとって弁護でどういう結果だっけと聞きたいなと。全然もうだからこういう話が出てあのマッチング出たりこういう形で言う前は全然あれですね、市の職員のレベルだと当然ペーパーが変わってたからこのままやるもんだっていうなってるんで、まあ、そこは今お互いに引っ張り合いたいと思います。いいです。はい、ちょっとですね、ですね、あの農園の問題だったりいろいろと責任は誰が取るのかなっていうのはこれはっきりしないんですよね。ではっきりしないっていうのもなんか総務省のあの文書みたいな3月6日の文書を見ると地方自治体には安全、保護措置を取る義務があるからちゃんとそれに対応してくれよと、して郵便が誤配になったら受け取った人間がそれを開けちゃいけないって法律に書いてるからそれをお前が責任取るよみたいなね、あの事業者は事業者で担当者を決めてなきゃいけないって言って、絶対これのマイナンバー制度で漏洩とかいろんななりすまし犯罪が起こった時に誰が責任取るのかっていうのが全然見えてこないから、国は取るって一遍も言わないですけど、してまあ制度設計としてそれぞれの担当した部署でそれぞれ責任取りなさいって言うとなんか黙って従ってる国民の自己責任になっちゃうのかなみたいな、その辺の責任の所在みたいっていうのを どこになるのかなっていうのはちょっと、まあ、前回もあの県の方でもそれ質問したりとかしたんですけども、全然それはそれぞれの法律の段階でそれぞれの、まあ、部署で、それなりの責任でというから、ね、うちが責任持ちますよとは絶対言わない。それともう一つその J リスなんですけども、 J リスの法的位置づけっていうのがよくわかんないですよね。
法的な位置づけ、税率の、そしてあそこの情報が出てこないとみんな言ってるんですよね。なかなか出ない、わからないんです。県でも、昨日聞いて、税率のシステムはわかるんですかと、よくわかりませんでしたね。わからないけど大丈夫でしょうと。まあ、それぞれ自治体別に区分で情報を区分管理してるし、アクセスも自治体別なんで、まあ、それは中間サーバーですけども、でそれをまあ総括してる税率も、どういうふうに責任を取ったり、まあ、法的な位置づけはちょっと税率を作った法律に基づいた、まあ、言ってみれば共同法人、地方共同法人というだけで、その共同法人がどういった法人なんて、どこが誰が責任を取るのかというと、地方三団体の人間が何らかの会に入り、委員会に入っているか、そこで何らかしてますけど、何もできないじゃないですか。この辺一番先ほどの住民署名の中でもいろんな情報を税率の方で管理運営しちゃってるんですけども、住居法のことからいわゆる LG1 まで全部管理してるんだけども、これに対して一気にこっちからすぐ自己情報コントロール権じゃないけども、住民からもそれ作ってる自治体からもなんかチェックできるっていうのは何なのかちょっと分かんないですよね。どんな団体なのっていうと、作った本人たちもよくわからない。立てつけはやっぱり地方公共団体で作っ、でっていうの中から出て、直接国じゃないっていう責任のあれなんですよね。そのくせなんかガバナンスが悪いとか言って、なんか総務省の関与を強めてるとか言って、なんか変な話になってますよね。確かに一部事務組合っていうね、地方自治体のあれでも情報公開は一部事務組合で情報公開条例作んないとなかなかアクセスできないけども、それに公正団体としての責任として情報を取ったりなんかみたいなのはあると思うんだけども、全くこの組織って地方三団体が関わってるのに地方三団体の副長たちが全く動かない、何なのか、ちょっとそれが疑問で、どこからどういうふうに突っ込んで県内に市町村の責任を問うていくのかなっていうのはちょっと分かんない。今の話、今日ちょうど同じ時間に衆議院の総務委員会で、その税理総案のちょうど審議やって、まあ、もうそろそろ真ん中で、そこで結構そういう法的な位置づけが何だとかって、僕も出てくるのにちょっとだけ聞いただけなんだけども、超国境共同法人ということで、なんか法的な位置は特にはないみたいなこととか、いろいろ答えたりとかして、結構、まあ、おそらく税理士のその辺のことについて、国会の審議でまともにやったことないんですよね。番号を作ったときに税理士法案も一緒に出たんだけど、審議の中でほとんど触れてなかったんで、今回初めてちょっといろいろその辺の税理士のどういう仕組みなのかって議論されてるんで、まあ、インターネットで見れるので。見ると、僕が書いてから見ると、かなりやり取りはされてましたので、まあ、議員さんによっては、もっとどんどんこう利用しろみたいな形から言うやつもいるし、まあ、いろんな人が、中前だったんですけど、言ってましたけど、結構だから情報公開がないことだとか、そういったことについては、まあ、とりわけその反対派ってことではなくても、事実的な分としてどうなってんのみたいな質問とかって結構されたり、されてました。多分今日一日でも採決まで行っちゃうと思うんで、あれなんですけど。で一応私、共通番号いらないネットなんですけど、ちょっとこの審議に入る前に、一応議員さんにこういう問題があるよってんで、ちょっとレクチャーなんかで行ったりした資料を、多分明日か明後日ぐらいにはいらないネットのサイトに、その時使ったレジュメとかも多分載せられると思うんで、まあ、もうちょっと審議終わっちゃった後になりますけど、見ていただければ。質問の 前半部分でいうと、番号法の12条にその事業者とか市区町村はそういう安全策を講じなければならないとなってるんで、まあ、そこの責任漏れちゃったら、まあ、多分郵送の途中で漏れちゃったら役所のせいだと、で事業者についてからどっか行っちゃったって言ったらそれは事業者のせいだと、いや総務省は全然何も責任取りませんよって、多分そういう話になるんじゃないかと思うんですけど、事務所名でもそういう前提で書いたんですけど、
Q&A とかも本当すごい卑怯な言い方してて、さっき準備書面だと、あの普通郵便で送ることを認めているっていう、もう断定した言い方したんですけど、Q&A にどう書いてあるかっていうと、いいとも悪いとも言わずに、あの市区町村が自己の判断で、責任を持っている市町村が自己の判断で、適切な方法により送ることについては、あの問題ありませんみたいな言い方してて、もうそんなこと言って、だから結局責任取れよと。普通郵便でもいいけど、責任は全くのもんですよ。そういう考え方なんじゃないかなと思います。あの今の郵便の関係なんですけども、今日この時点はでもいわゆる郵便で出してるんですかね。いわゆる宅急便とかは使ってないんですか。僕も元郵便さんなんで、郵便法の何条かというとね、自分のところに、自分のうちに自分のもので郵便物が来たら、封を開けないで、郵便局に連絡してとか、なんとこっちに書いてあるでしょ。でもね、みんな開けちゃうんですよ、自分のところに来たら。郵便さん、誤解しないっていう前提で、ハサミで切って、中を見てから、封筒見てから、ああ、自分とこじゃないかってことで、開けてから郵便局に電話するんですよ。と配ってる方としては、開けられちゃうと、ものすごく大変なんですよ。個人情報漏洩になるんですよ。で、あと、はがきの誤配だと、見ただけでも漏洩でしょ。封筒は中になきゃ漏洩でしょ。でも封筒だって、差出人がいて、受け取りがいるわけだから、そこの漏洩になるんですよ。だから、結局、郵便法だとの、誤配、気づいた、配達された方は、なんとかやる気になってるけどね、配達する郵便局としては一切文句言えません。あんたらが誤配したからだよって言われたら、いっぺんにすいませんでした。そういう対応をずっとしてきましたから。だから、法律通りに郵便法第何条のことは、やっぱり郵便局としては受け取り人には言えないんですね。ああ、じゃあそんだったら宅急便使うよと。言われたらおしまいですから、ね、だからそのうち宅急便を使うことところも出てくるんじゃないかっていうふうには思うんですけどね。うちの方は料金安くするんだよ。言われたら費用が安くなるでしょ。新宿とかないでしょ。新宿とかないでまあ、特に物を買うだけじゃないですか。そういう意思通知みたいな感じで双方がさっき責任っていうところで、国の責任っていうのはどこのところでは あるんですかね。つまりどこで漏洩したか、どこにトラブルがあったらっていうのはどこに、国の責任はどこだったら、うんうん、国の責任なんですかっていうのははっきりしてるんですか。そこはっきりしてないように聞きます。一般論でしょ。国が関与しているところで同意したらっていうことしか言えないでしょうね。そうすると国の管理しているところっていうのは税率の機構もそうですね。そうすると税率は税率になっちゃった。税率と国の管理じゃないですよ。と JS は JS です。情報提供ネットワークシステムのコアシステムとか、あの辺を国ですよ。そうですよね。管理してる、言えば管理してるっていうことですね。だからあそこだけは非常にカチカチにしてるわけですよ。多分あそこが一番情報的には、集中してるところ、あるいは中間サーバー。中間サーバーも自治体だから国は関係ない。ですよね。で、それを、じゃあ国はどこにあるんですかっていうのをきちっとさせて、でここは地方ですよっていうふうにさせて、きちっとさせておくと、まあ、じゃあここは地方なんだ、地方はじゃあこんだけのこと責任あるんですねっていうことで、まあ地方の中ではね、自治の中ではこう責任がどうなんだとかっていうふうに言えるんだけども、こう区分けをきちっとしておくといいかなと思ったんで。ただ難しいのは情報提供ネットワークシステムはそれなりに、例えば中間サーバーからインターフェースシステムまでとかっていうのが多分地方の責任範囲になると思うので、あそこはそういう意味では
言い方悪いけど、そんなに問題出ないと思うんですよ、多分。CS なんか、地方のあれなんか、CS なんかまでは地方の、地方ですよね。地方のあれですよ。それ以降はっていうのは違うんですよっていう言い方はできますよね。そうすると、じゃあここで漏れた時は地方ですね。ここで漏れた時はここですね。現地ですね。というような形で、まとめると、なんか、責任がどこにあるのかわからないっていうところで、こう、少し、なんですか、明確に戦えるのかなっていう。結局、連携する仕組み全体の中の責任分解点はどうなってるんだと、うん、どこまでが責任を負って、どこまではこっちになるっていう、その分解点を明確にしろっていうような、はないですよね。おそらくそのつなぎ目のところで漏れるんだね、つなぎ目だから。そうですね。ちょっとお互いなすりつけが始まるっていうのが、パターンになる。暗号化するっていうのは、暗号化決めたところはどこなんだとかね。でそこの暗号化の責任はどこなんだとか、あるいは そういうところまでこうやっていくと、すごく曖昧なところが見えてくるかなっていうふうに思うんですけど、どこ分かってないどこまでってですよね、インターネットは全体でクラウド化しちゃうでしょ。それがあれですよね、今度企業になってきますからね。そのうちアメリカのあれになってインターネットとつながっていると1700の自治体の中でいろいろあるけども、そのインターネットの部分を集約を全部県の方でクラウド化するっていう千葉県の方ってもっとあるんじゃないかそんな時に自分どうするのって言われて、自分ってできてないんじゃないかなって。だからそういうのがあると、じゃあそれは県が責任取るんですねって言うと、いやそこまで全然、まあね、一般的なことはさっきの人間みたいにこの件がこうですよって、それぞれ所轄の部分で、所管の部分で責任を取るんですって、いいでもない、悪いでもないっていう。そうしたときに質問がね、こう明確にできて、あなたのところですねっていうことで、ね、回答をもらうというような形にできるかなと思う、はい。じゃあ、そろそろよろしいですかね。はい、じゃあお疲れ様でした。